ーナツの穴を売ってはならないというわけのわからん法律がアメリカに実在するわ。レモンの皮はコントローラーなどのプラスチックを溶かすわ。ミミズは食用のものが 100g8000 円で売られているわ。ちなみに黒毛和牛のサーロインは 100g1500 円よ。ファミレスのドリンクバーで元を取るには10杯以上飲まないといけないわ。ソーセージとウインナーの違いって知ってる？ソーセージは肉を腸詰めしたもので、ウインナーは小型のソーセージのことを言うの。ウインナーは自分のに似てるって覚えてね。ラムネに入ってるあなたが B 玉だと思っているものは実は A 玉というの。無知を恥じなさい。ジャイアントコーンはコーン先端のチョコだまりが人気よね。私は優しいからコーン先端をいつもお姉ちゃんに売ってあげてるわ。どんだけで有名な一行さんの好物はビビンバよ。レクサスとコラボしたアンパンがあるわ。水で一番値段が高いのは 750ml で600万円よ。ファジーネーブルってカクテルの名前にちなんだ曲が流行ってるわよね。そんなことより一行さんはカツ丼も好物よ。蕎麦が乗ってるせいろってあるわよね。これは蕎麦の量が多く見えるように考案されたの。そう、こいつが全ての元凶よ。ランチパックのあの形は実はスナックサンドのパクリなの。だけどなぜかスナックサンドの方がパチモン感があるわよね。じゃがいもの芽は 150mg 摂取するだけで死んちゃうの。だから食べちゃダメよ。絶対にダメよ。私空気読めない人嫌いなの。ドラ焼きを盗まれたドラえもんがのび太を狙撃したことがあるわ。霊界とこの世がつながる。そう、ナスに棒を刺せばね。ミラチョボビッチの好物は納豆よ。ファミチキが売り切れているときはローソンでエルチキを買いなさい。こういう機転が効かないからいつまで経ってもあなたそんなんなのよ。ソーダとサイダーの違いって知ってる？ソーダは甘みなしでサイダーは甘みがあるの。だからソーダを選びなさい。これ以上醜く太らないためにね。ラーメン食べに行こうですって。今日私白い服着てきてるわよね。そんなんだからモテないのよ。死なないで。今日はちょっと言い過ぎたわ。お願いだからそのロープから手を離して。よかった。落ち着いたらお腹空いたでしょ。ふぐ刺しを作ったから食べて。大丈夫、素人がさばいても違法じゃないから。ドラえもんとのび太はドラ焼きで世界を滅ぼしかけたことがあるわ。冷凍庫のいつのかわからないアイス、あれ賞味期限ないから食べていいわよ。三ツ矢サイダーに毒を入れた女が口移しで男に飲ませた事件があったわ。え、羨ましい。引くわ。ファミレスのメニュー表は視線移動を研究して左上に売りたいメニューを配置しているの。まあハンバーグしか食べないハンバーグみたいな顔のあなたには関係ない話ね。ソフトクリームを流行らせたのは力道山よ。あなたもソフトクリーム好きでしょ。その腹見ればわかるわよ。ラーメンを日本で初めて食べたのは水戸黄門よ。あなたもラーメン好きでしょ。その腹見ればわかるわよ。しめじはビタミン B 群が豊富でダイエットにぴったりよ。まあ痩せたところで顔の作りは変わらないけど。